まあ一応なんかこうあのボンの首より下を耳真ん中で三角ベースでちょっとこう取って、なんかそこの部分を少しこうなんですか、ね、全部こう削ぐというかなくした状態で上の部分にその、上のオーバーセクションにレイヤーを入れていくという感じで、でまあレイヤー入れた後にまたトップの部分をちょっとこう独立して、あのフェイスラインより手前までをちょっとここレイヤーという僕のちょっと技術で切っていくっていう感じで、であえてこうブラントで切ることによって、その毛先の部分がちょっとひよこのケツみたいに、お尻みたいにちょっとポケってなってて、なんかそれがなんかこう海外の女性みたいなこなれ感というか、割となんかこうなんですか、結局ショートとかなるとこうシュッて入ってて顔際ペタみたいな、もしくはなんか全部がこう同じような動きしてて、結局なんか日本人アジア人みたいな感じに結構なりがちなんですけど、そこをちょっとこうブラントにした上で、あの鉢植えの部分から動きがつくことで、なんかこう不揃いというか、そのもう独立した動きが結構あるので、なんかその部分がなんかこう可愛いで、なんかこの重さがちょっとあのこなれ感になってるのかなっていうところが